大花のミミナグサは、ナデシコでしこかミミナグサ族の多年層。別名、大花耳慰、利尻耳慰、高根ミミグサ。植物体全体に難毛がある。茎は円柱型で、長毛と栓毛が混成し、射状して高さは15から60センチメートルになる。葉は耐性し、葉心は円形から長大円上皮心型で、長さ1から5センチメートル。 幅3から10ミリメートルになり、先端はドン型で、基部は互いに合わせなしで養平がない。葉の両面に毛が生える。花器は6から8月。花は、計約15ミリメートルとやや大型で、周産果樹となり、花柄は、長さ1から3センチメートルになり、旋毛が密生する。学編は5個で、長ょ円型になり、長さは6から8ミリメートル。 先端が生倉型になり、煎毛が多く、円は膜質になる。花弁は白色で5個あり、東卵型になり、長さは学片の2倍の約1 2ト、mm、ルで、先端は浅く二列する。湯水は10個あり、花糸に毛が生える。花中は5個ある。果実は円柱形の果てで下を向き、長さ12から1 5ト、mm、ルになり、先端に10歯がある。種子は、 1> 計1からミリメートルのの円円形で、円錐状の鋭い突起がある。日本では、南千島、北海道、本州の東北地方北部に分布し、海岸の岩歴地、岩地に生育する。国外では、朝鮮半島北部、サハリン、千島列島、カムチャツカ半島、アリューシャン列島、北アメリカ西部に分布する。北、太平洋要素の植物である。和名。 大花の耳なぐさは、大花の耳な草の意味。耳なぐさ族の植物で、族の中では、花がやや大型であることによる。種商名フィッシャーンは、ロシアの植物学者、フリードリヒェルンストルートビヒフィッシャーへの懸命。ありがとうございます。